エーレンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の、古田郡に属す人口、約2700人の町村である。この町は、高さ817メートルのエーレンベルク周辺に位置しており、ヘッシェレーン自然公園並びに、レーン生物圏保護区の中央部、高度450から900メートルに位置する。古田の東約30キロメートルにあたる。 町域内の集落の多くは、ウルスター川ーの谷に位置し、連邦道 B278 号線がこれを貫いている。ロイルバッハだけは、その隣の谷に位置している。エーデンベルクは、北は、ヒルダース、東は、ビルクス、フラーデンゲン、ハウゼン及びオーバーエールスバッハ、南は、ゲルスフェルト、西は、ポッペンハウゼンと境を接している。エーレンベルクの地区は、 ユステンザクセン、ザイフェルツ、ロイバッハ、タイデン、メルペルツである。町の面積40.83平方キロメートルのうち29.12%が森林、61.65%が農業用地である。メルペルツこの町の最も小さな地区で主に農業が営まれている。地区の中心はドルフ広場のパン焼き小屋で、この広場では 毎年メルペルツのパン焼き小屋祭りが開催される。メルペルツには、製糖工場、ホーフレイデン、ホフロンジャーホフがある。ロイルバッハロイルバッハは、バッサークペの麓、シャフシュタインやエーレンベルクに囲まれた盆地に位置している。ボルンベルクのブナの森が、地区の端にまで広がっている。シャフシュタインのバーザルブロック小やゾンマーローデルバーン、バッサークペのメルヒエンビーゼは、 容易にハイキングすることができる。ボルンベルク駐車場からエーレンベルクを経由して、マルティンスレーハイドの傍らを通って、シャフシュタイン自然保護区の原生林を通る遊歩道がある。ザイフェルツこの町で2番目に大きな地区であるザイフェルツは人口約560人で、海抜520メートルから540メートルに一致している。集落の西側にビルクスグラーベンとウルスター側との 合流点があり、高さ817メートルのエーレンベルクに接している。東にビルシュタインがそびえ、南や北に向かってウルスター川の谷が伸びている。重要な建造物としては、1642年建造の現在の墓地礼拝堂、1879年に建設された教会、1994年に建設された消防署を併設した村の公民館がある。 ザイフェルツでは多彩なクラブ活動が行われている。タイデン・クラウトベルク及びトイフェルスベルクのふもと、ウルスタータールにエーレンベルクで最も北の地区であるタイデンが位置している。この地区は主に農業と観光業からなっている。玄武岩の採掘及びコンクリート原料や舗装用石材の様々な加工がこの町の景観を形作っている。 FCN 敷地内のムスターガルテンと博物館は、玄武岩採掘の歴史とレーン山地の地質学に関する解説を行っている。シャフシュタインのいわばビューステンザクセンビューステンザクセンは、鉄道月前豊富ビューステンザクセン線の終点であった。ビューステンザクセンは1965年に保養地に認定された。1983年からは、 中指定のルフトクアオルトに認定され、それにふさわしい社会資本を備えている。1993年11月に、エーレンベルク町は、ファミリーに親切な休暇地の肩書きを得た。スポーツ施設としては、運動場、ミニゴルフ施設があり、陶器には長距離、ロイペ、スキーリフトが設けられる。近隣のバスサークッペには、ハンググライダー、模型飛行機、グライダー、 パラグライダーのスタートポイントがある。この他に、屋外プール、クナイプ式水浴施設、多くの休憩用ベンチがある散歩道や、全長約150キロメートルに及ぶ遊歩道がある。ローテスモール自然保護区やシュバルツェスモール自然保護区を通るガイドツアーもある。カッセルライン及びシャフシュタイン、あるいはシュタインコプフ自然保護区は、この町の地質学的な特徴である。 ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月31日に、それまで独立した町村であった、メルペルツ、ザイフェルツ、ビューステンザクセンが合併し、新たな自治体エーレンベルクが成立した。行政機関の所在地は、ビューステンザクセンとなった。ロイル・バッハと大連は、1972年8月1日に、 中砲の発行に伴いこの町に加わった。町名は町の中心にそびえる高さ817メートルのエーデンベルクに由来する。エーデンベルクの町議会は15議席からなる。エーデンベルクの紋章は赤いフレンキシャーレイヒエンが描かれており、その境界線から上側は銀地である。これはかつてフランケン地方に属していたことを示しており。 三角図形の他よりも高い中央の突起は中引く山地の放エレーン山地に属していることを強調している。チャボアザミの花は地元の植生の象徴として描かれている。エーレンベルクは2014年に国際ダークスカイ協会によってレーン生物圏保護区の天文公園に認定された。ライチチュアッツジェベットの指定された観測広場のいくつかは町のすぐ近くに位置している。 2017年にエーレンベルクは ARD ターゲス底面で絵本から抜け出した街と紹介された。充足して幸福な住民が多いことが感銘を与えた。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。